こんにちは、デモンストレーターの田原栄一と歌手、モデルをしておりますルナと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ルナさん、はい、今日は3月4日、はい、4日ですね。フォトウォークということで、はい、まあ、CP プラスが終わってまだ1週間経ってないんだけど確かにね、まあ、はい、とにかくこのレンズベビーの楽しさを伝えようということで企画しているフォトウォークを開催ということなんですね。はい。ところで、あのルナさん、はい、今回のあの3月4日の、はいはい、この回の特色として一つがですね、レンズベビー、もう今私が持ってるのはベルベット85、はい、まあ、こういうのも使えるんですけども、ルナさんのそちらの方の手を伸ばしていただくと、そこにあるのがこちらが、そちらですよ。あ、ダブルグラス2。はい、まだ未発売のダブルグラス2を試しちゃうという、特別会なんですね。あの日本の限定されたアンバサダーの5人の先生はすでに使ってるけど、私も全然使ってないという、これがいきなり参加者特典で試しちゃうというのがね、すごい、今回の特徴だったりするんですけど、うん、もちろんね、この動画を見てからじゃ3月4日再参加できないから、3月11日の、ラスキー先生のスタジオの方でのお勉強会の時でも、貸し出しできますから、はい、まあ、その時発売日にはなってますけど、ただね、初期はね、本当にね、入ってくる数が少ないので、なかなか買えないみたいなんですよ。そういうこともあって、いち早く試しちゃうというのが、すごい、まあ、こういうことをやってるとですね、いいことがありますよっていうことなんですね。そして、今日は春爛漫というかね、ちょっとね、もう私暑かったぐらいにちょっと歩いてて、どうしようかなみたいな感じなんですけど、今日のコースはですね、ほら、前回住宅街だったでしょ、はい、今回はね、商店街コースです。おー、いいですね。で、しかも、2箇所ポイントが、スポットあるんですけど、はい、1つはね、キャンディー屋さん。かわいい。チャンスが間に合えば、キャンディー切ってるところが、取れちゃう。それは素敵、かわいい。ただし、キャンディーを購入みたいな感じなんですけど、結構、お高いキャンディーだったりするんですけど、まあ、美味しいからね、私、あれね、700円ぐらいのね、キャンディーあるんですよ。へぇー。でもね、私一人でペロッとして食べちゃうみたいな。すごい。そんなキャンディーがあるのと、美味しいんですね。美味しいの。うんうん。でね、キャンディーはキャンディーなんですけど、もう一つね、まあ、キャンディー屋さんはそれはそれでね、うん、置いといて、その後、しばらく歩いていくと、青い壁があるおしゃれなスポットがありまして、そこがね、なんかね、巨大なパン屋さんなんですよね。パン屋さん！で、前回もほら、住宅を歩いてパン屋さん見つけてみたいなってありましたけど、はいはい、今度結構すごいヘビー級のパンっていうことは遠目で見て知ってるので、まだ買ったことないんだけど。だからね、ヘビー級。そう。だから今回は私、昼寝、さっきね、さすがにお腹空いたんで、カップヌードル一つ食べたんですけど、カップヌードル細いやつね。はい。まあ、そこまで軽く済ましておいて、後でその青い壁のとこで、うん。ヘビー級パンを。ヘビー級パンを買って帰ろうかな。いう予想を予定をしております。はいはい。最終的には新井薬師っていうお寺さんがあるんですけど、まあ、はいはい、お寺さんなんか取れないかもしれないけど、うんうんうん、その近辺で住宅街とかを背景に、さらに時間があれば、はい、西武新宿線の線路際とかですね、おいおいおい、歩いちゃったりするとおしゃれかなと思って、うんうんうん、まあ今日はねトータル2時間ぐらいは撮影タイムありますから、はい、そうすると十分新井薬師の駅まで何もせずにまっすぐ歩くと15分なんですよ、ここから。すっごい早い。何もせずにね。でも多分1時間往復でギリ新井薬師の西部の線路沿いに到達するかどうかぐらいな感じで。うん、そうですね。なんか線路沿いで後ろにこう電車が流れてるとかおしゃれな感じするじゃないですか。素敵ですね。東京のドラマっぽい感じで。うん、確かに。ねえ。なかなかね、地方、私、京都出身なんですけど、地方在住者からすると、東京の、うん、おしゃれなドラマの演出で、後ろにこう、電車が走ったりとかね。あるあるですね。ね、私も北海道出身なので思います。ね、だからそういうところも今日撮れるかなと思って。うん、いいですね。それを狙っていきたいと思います。はい。まあ、食べるところが2箇所。電車が1箇所、うん、お寺が1箇所みたいな感じで、今日は見どころたくさんですから。はい。で、レンズベビーっていうのはマニュアルフォーカスになるから、ちょっとこのね、フォトウォーク、
どうしようかなと思ってる方おられるかもしれませんけど、うんうんうん、あのフィルターシステムのオムニフィルターっていうのがあって、はい、お手持ちのあのオートフォーカスのレンズの先にフィルターをつけるとレンズベビーの写りになるっていうのも、うんうん、今回もあ毎回用意してますので、はい、どうしようかなって思っておられる方ね、ぜひ我々と一緒にフォトウォークしてみませんかということで、あの毎月第1土曜日でやってますので、はい、4月も開催しますので気になった方はぜひチェックしてみてください、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。今回のフォトウォークは中野の荒井薬師商店街アイロードの方を向かおうとしたんですが、まあ、人が空いてるところということで今ちょっと裏道を歩いています。こんな感じで、これからアイロード商店街の方に曲がっていきます。今始まりましたね。まあ、こう裏路地とかだとね結構、はい、メルヘンな感じ、どんな感じだろう、先生見せて、メルヘンな感じ、あ、こんな感じですね、メルヘンな感じ、はい、もっとレインボーにしたい、どうでしょう、位置関係ですよね、キラキラ、遠すぎて見えない。そうなんですよ、背景が難しくて、もういっそのことこのね、パドルの壁がボケるから、あ、こっち側にしちゃうとか、壁にしちゃうってことね、ああ。で、ちょっと同系色まともね、そうですね、うんうん、できました。これがね、中野の映えスポットのもう一つということで、これキューバ風のサンドイッチのお店だそうなんですね。で、キューバ風のサンドイッチは今私注文中なので、焼き上がったらできてくるということなんで、それを待ってる間に皆さんが撮影しているという、そういった状況です。先生はというと、はい、あそこからレフ板でレフを起こしているということなんですが、大丈夫なんですかね、レフ起きるんでしょうか。来ました。これがキューバ風サンドイッチのハーフということで、結構ぺしゃんこになってますね。まあこんなことでこれを食べながら撮影会についてやることもいます。はい、今なんかこの、ね、梅の撮影をねしてるんですね。低い位置に咲いてる梅ということで、レンズベビーの、あれはコンポーザープロ2のスイート8で撮影中ということですね。